第85号小海特務艇は、日本海軍の未成特務艇、第1号型小海特務艇の37番艇。太平洋戦争の終戦時は、未成で、戦後漁船となった。丸船戦計画の特務艇、第2121 21号艦型の85番艇、仮称艦名、第2205号艦として計画。1944年9月25日。 株式会社ヨナゴ造船所で寄航。11月5日、第85号紹介特務艇と命名されて第1号型紹介特務艇の34番艇に定められ、本席を前鶴沈樹府と仮定。終戦時未成。8月17日、工事中止が発令され、船体工程93%で工事中止。戦後、船体は、 仙台城に放置されていたが築地へ開港され、ついで横須賀、さらに長浦へと開港される。1947年1月11日、横須賀地方福音局所管の特別輸送管に定められ、官名を衝徳台85号と解消し、特別保管管に指定される。2月1日、行動不能官邸に定められる。4月15日、特別輸送管の定めを解かれた。 11月22日、在東京アメリカ局東海軍司令部から、本船の漁船への改造許可が出された。1948年、漁船松丸として完成した。a b 進捗率は、福井静雄、昭和軍艦外資 3P66 によるが、同ページには、ごく大体のものと注意書きが添えられている。本来の低名表記は、第85交渉回徳無定。 本邸が特務邸類別等級別表に搭載された1944年11月5日時点で第27号紹介特務邸、第33号紹介特務邸、第34号紹介特務邸が同票未搭載のため1944年11月5日時点で法令上は34番邸、これら3席を含めると通算で37番邸となる ありがとうございます。